松岡宗志です。21歳です。自分はゲイなんですけど、もしお子さんや自分の家族から LGBT であることをカミングアウトされたらどうしますか？よく言ってくれたと言って、シャンペンでもシャンパンでもできますね、はい、やっぱりなかなか言えないでしょ。だんだんと今カミングアウトするっていうことも含めてようやく広がってきましたよね。世田谷区でもカップルであるってことを宣誓してもらえば証明するよって書類の発行を11月昨年ですがしました。認める、実際に2人にどうなのっていう話もしてるし、ご友人だとかそういう場合はどうでしょう？いる、認めせる、多様な生き方があっていいと思う。いろいろなものを私はその例外視とか除外はしない。楽しいじゃないその方が。多分正直最初はびっくりすると思うんですよね、でもそれはそれで受け入れていくと思うんですけど、考えなくちゃいけないのはその人たちが自分の遺伝子を持った子供を欲しいって言われた時に技術的にはできるっていう時代が多分いずれは来ると思うんですけども、じゃあそれを社会として法律として認めるのか。日本ってすごい止まって、その議論があまり前に進んでないと思いますね、私の場合はすごく変わってるんですけど、勝手にしてくれっていう育て方してましたので、それはどうぞっていう感じです。オープンとか受け入れとかというのはまた別の感じで、いやあんたはあんたの別の人格なんだから、私は関係ないんで、人格が違うっていうのをかなり私は小さい時から彼と彼女にその言ってたので、あとはもう自由にしてちょうだいっていう感じですかね。それはもう自分のね、生きやすい選択を私はしたらいいと思いますね。アメリカの上院議員でずっと50年間奥さんと付き合ってて、亡くなって今90代のそのもうおじいさんになっている元上院議員は今パートナーできましたって言って男性なんだよ。だからね、その人生の中でどうなるかわからないからね。でも多様な価値観とか多様な生き方を認める社会にしたいね。私ちょうど昨年子供、男の子だったんですけど、が生まれまして、名前を付ける時に夫とね話し合ったのが、男でも女でも通用する名前にしようというのはまさにそういう、LGBT であるっていう、こう自覚を持って自分の名前を否定しなくても済むようにしたいなっていう思いからなんですけど、乗り越えられるような力を育むように支えてあげたいなっていうふうには思っています。最初やっぱり驚きますよね、驚きますけれども、私はその身近な方にですね LGBT 言いましたし、逆に言えばそれをその親でさえ言うのは大変な勇気がいると思いますから、そういう意味でそういうことを言ってくれたっていうことは多分親子として信頼関係があったということだと思うんですよね。ゆっくり話を聞いて、その上で、基本的には応援をしたいと、そういうふうに思いますけどね。いや、どうもしないと思います。別に受け入れますか？だって否定してもしょうがないじゃないですか。でもこう受け入れるのに、結構抵抗あると思うんですけど、ないんですか？頑張れって言うと思いますけどじゃあもしこうそういう方と結婚しますっていう報告をされたとしても、祝福できる、おめでとうは言うと思います。そうですね、私でも実際ありましたね、友人で。でも別にそんなにとかっていうまでは思わなくて、でもわざわざ言葉に出して言うっていうのはね、勇気がいったかもしれないので、なんかそういうことも言ってくれるような、信頼してくれてるかなっていうふうに思いましたね。今だったらあらそうっていう感じなんだよね。できる限りのサポートは当然ね、大変なことあると思うから、早くそういう風じゃない世の中になったら、社会になったらいいなと思ってますけど、決しておかしなことだとは思わない。パートナーシップ証明書を考えるときも、自分の子供がそうだったらと思ったら、こういうことを早く普通にしなきゃいけないなっていうふうに思ったね。